えー、20代後半の女です。半年ほど前に大好きだった祖父が亡くなりました。倒れてから病院に運ばれ、半日後には亡くなりました。病室に親戚が集まり、途中喋れないものの意識が回復しましたが、その姿がとても苦しく辛そうで、みんなが頑張ってまた元気になって手を握った時に、私はこんなに苦しいなら早く楽になってほしいと思って何も言えませんでした。半年経っても自分が頑張ってと言えなかったことを思い出した自分はとても白状な人間なのではないかと思い、後悔しています。ルクさんならこういう時どうしますか僕も多分早く死んだ方が楽なんだろうなって思うタイプなんで、 頑張れとか言わないですね、まあ、僕はあのその自殺したいっていう人がいたとしてもあの自殺しない方がいいよって言わないタイプなのでそういう意味ではあのまあ参考にならないかもしれないですけどそのあの自分の知り合いとか友達であれば原因を聞いてその原因を多分あのなくすというのに協力すると思うんですよ。 例えばそのなんか3,000万円借金があってもうなんか追われてますとかであればじゃあ3,000万貸すからひとまずするのやめてとかって知り合いなら言るんですけどその赤の他人とかで別に僕3,000万円貸す気はないのでそっか死にたいのか3,000万かお疲れ様でしたって多分言うと思うんですよ。まただあのもうちょっと時間があればあの生命保険とかこっそりかけてその人が死んだあとに受け取りになるようにしたりすると思うんですけどまあ置いといて。 なのであのまあ人が死んでしまうのは当然だよねっていうのがあってでその身内の人とかが、まあ、苦しんでる状態でお医者さんがそのまあこれ以上もう多分あの病状が良くなることはありませんよって言ってた時ってその苦しみ続ける時間をどれだけ長くするのかそれともサクッと死ぬかっていう2択でしかないですよね。でその 死んで欲しくないっていうのが、まあ一般的な感覚で、なのでその苦しんでても死んで欲しくないっていう自分の感情を優先して頑張ってっていう人が多分世の中未だに多数派だとは思うんですけど、別にその本人にとってみたらもう苦しい時間が長くなるだけなんで、まず早くすっきり死んだ方が得だよねっていう風な考えに至るんじゃないかなと僕は思う派なんですよ。僕だったらそうだから <laughs>。要はその、 あの、その、まあ、ある程度、その、きつい病気になって、ずっと痛いとかになってる人って、まあ、その、癌の患者さんとかって、モルヒネとか打たれたりして、で、その、ま、あの、頭朦朧としてる状態だから、そんなに痛がらないんですけど、基本的にその、ある程度、その、ステージ4とかになると、もう、ずっと痛い、意識がある限りずっと痛いみたいになるので、もうそれ死んだ方が楽だねじゃねみたいになったりするっぽいんですよね。なので、それだったら僕は死んだ方がいいなと思うタイプなので、なので、別にその、 あのその人自身がまあどう望んでるかってのは聞けなかったので答えは分かんないですけど僕だとしたら別になんか治る見込みがるないんすとで何書書かなきゃいけないとかなんかあの俺が死ぬ前にこのハードディスクのこのデータだけは消してくれみたいなのをお願いするとか,なんかその苦しい中でもやらなければいけないことっていうのがあるんだったらそれは生き残って頑張れってなると思うんですけどあの基本人間いつかは死ぬんですよ。 なので、そのなんか苦しい時間を、じゃあ、その10年やりましたとか、でも、いつか寿命があるかもしれないので、なので、あの人は死ぬよねっていうところで、なので、あの死ぬときにどうせだったら苦しまないで死んだ方がいいんじゃねー楽だしっていうふうに、僕は考えるので、それが一般的かどうかっていうと、一般的ではないと思うんですけど、別に一般的な考えをしてるからといって、世の中幸せに生きられるかっていうと、そうでもないんじゃないかなと思います。 29歳学歴なし女です7年間銀座クラブで勤務したと結婚するつもりで辞めましたが不倫だったことが判明叩き割ってやろうかと思いましたが生活のため割り切って現在は彼の会社のふやで働いておりお給料を月60万ほどもらっています今後不やがうまくいけば私は、えー、と店は私名義にすると言っていますが毎月明かしですどうすれば利益を出せるようになるでしょうか別れた方がいいのでしょうか将来が不安でまず僕の勉強始めました えっと福屋が今後うまくいく可能性はだいぶ低いのであのうまくいかせるっていうのは考えながらいといけないです。で赤字でも月60万円もらえるんであのひたすらそこであのそのあのののそ60万円をちゃんと貯金してあのお金貯めるようにしてください。で あのいずれどっかの段階で切られると思うんですけどまあその時にそのクラブに戻るっていうのがちょっと年齢的に厳しくなると思うのでなのでその今の営業スキルっていうのを磨いてじゃあ他の保険の販売とかに行けるようにしつつあの貯金をひたすら貯めるっていう方がいいんじゃないかなと思いますあの服って儲けるっていうのは5年は厳しいんじゃないかなと思うんですよねそのアパレル業界今相当厳しいのでまああの 3年前ぐらいとかってザラって VV 忘れてたんですよね。その世界中にザラってお店があってでその,あのパリコレとかコレクションがあった時にそのパリコレとかで出てるおしゃれっぽい服みたいなのが1ヶ月後にはザラの店頭に並ぶっていうサプライチェーンを作ったんですよ。 要は、あの、こんなにオシャレだよねって見た瞬間、それのパターンナーの人がパターン書いて、で、それをそのバングラディッシュとかに発注して、で、その記事屋にその記事を送り込ませて、で、全部こう、あの、切って縫製してっていうのをやって、で、それを世界中に配るっていうのを、1ヶ月以内にやるっていう超優秀な、その、あの、サプライチェーンも作ったんですけど、今時コロナなんで、別にそんなあの、なんか安かろう悪かろうの服なんて買わんよねっていうことになって、めっちゃ株価下がってて売り上げも下がってて、閉店も多いんですよ。 っていうのがああるるのであのので屋は閉店するもだと思った方がいいですすあのユニクロとかはそれなりにうまく言ってますけどねただ、あのそのユニクロの社長に見初められたって話ではないと思うのでユニクロの社長に見初められたって話であれば全然違うアドバイスになります。はい、えー、現在中1です。先ほど原生のケース景品について質問したものですが、東日本大震災のボロボロになったもう人が住まなそうな街、なぜあんなにお金をかけて政府は直そうとするんでしょうか。バカだから。 まあ、バカだからで説明すると納得してもらえないんだとするとあの要は福島に今更金かけてもしょうがないよねっていう正論を言って嫌われたくないでお金を払うのは俺の財布からじゃなくて日本政府からの予算なので別にもうずっと金垂れ流せばいいんじゃないのっていうので、まあ、福島はなんか総額80兆円ぐらい使うらしいんですよねでも俺の財布じゃねえしっていうのでずっと日本人の富をそこにあの 流し込んでるんですけど、で、そこであの、薬剤屋さんとか暴力団の人たちとかが、まあ、美味しい思いしてるんですけど、なんでその真面目に働くより薬剤屋さんとか暴力団の方がよっぽど儲かるよねっていう状況を作っちゃってるので、僕はそれ日本の社会にとってどうなのとは思うんですけど、でもなんか、それでいいよねって皆さんが思ってらっしゃるんでいいんじゃないですか。 以前コロナで飲食事業がなくなるかもと相談したものです会社は飲食事業を辞めたかったのですが勤務先の店舗が別会社に従業員ごと売り払われることになりました別会社になったところで働くか今までいた会社の別店舗で働くか選べてわれました給料面では今と同等に揃えてくれるらしいのですがどっちを取ったら安全な可能性高いでしょうか今の会社は景気味そうですが潰すれることはないです別の会社の方はネットなどで検索しましたが会社の状況や詳細まではよく分かりません えっと、素直に聞いてみたらいいんじゃないですか。相手の会社の状況を多分、売る側としても一応相手の会社の状況を調べてると思うので、上司の人とかに、この会社どういう会社なんですかってので、ただ、ネットで詳細が出てこないっていうことは、あんまり、すごくうまくいってると、ネットで必ず情報出てくるんですよね。要は新規採用、要はあの人増やすんだったら新規採用しなきゃいけないので、それぞれホームページ作って採用募集のお知らせとかやったりするんですよ。 でもそれがないということはそんなに芳しい状況じゃない気がするので居続けた方が安全なんじゃないかなという気がしますけど。 えー、大学4年生です。大学1年の時に好きな人に告白したのですが、えー、今は恋愛に興味がないと言われ、触れました。えー、一度諦めたのですが、大学デビューなのか、だんだんと可愛くなってきて、また好きになってしまいました。部活の同期で気まずくなると困るので、卒業するときにもう一度告白しようと思います。成功すると思いますかいいえ。ちなみに1年の頃より体重は1 5キロほど体重を落としました。好感度は高いと思います。顔は普通か普通よりちょっと下ぐらいだと思います。 えっとまああのいけると思えばい,いけばいいんじゃないですか <laughs> あの、要は、相手が可愛いから告白したいって、あの、その、あんまり、自分はの、要は、自分の状態がこうなったから、なんか相手が落とせるかもだったらまだわかるんですけど、その、相手のことが可愛くなった、より可愛くなったってことは、要は、相手が落としづらい状況になったわけですよね。むしろライバルは増えてるわけで。なので、その、自分側のスキルっていうのがどれぐらい上がったか、自分側のステータスがどれぐらい上がったかっていう方が大事な気がするんですけど、 でもその大学4年であれば、そのなんか Google に内定決まりましたとかになると、その口説きやすいかもしれないし、まあ一部上場企業とかもいいですけど、なのでその自分側のステータスがどれぐらい上がったかが大事で、相手の子がどれぐらい可愛いかっていうのって、むしろ失敗の確率を上げてる気がするんですけどね。はい。 えー、独身男32歳、金属10年、無能、今年から海外赴任でベトナムへ赴任好きでもなく向いてない仕事かつ上司と合わない環境で3年の任期に耐えられそうないです。赴任したばかりですが、働きたくないという気持ちが強く退職したくて仕方がないです。貯金は300万ほどあるので退職して日本一周したいと考えています。えっと、今ベトナムにいるわけじゃないんですよね。今年からということは。なので、あの、行ってみたら結構楽できたりする場合ありますよ。 結局その、あのあのそのベトナムの事業所の方には、実は全然顔を出す必要なくて、なんかあの家でダラダラやって、そのあのオンラインでリモートでやるだけで済むみたいな場合もあるので、それだったら単に家でゴロゴロしてるだけで、海外赴任手当てもらえるみたいになったりするかもしれないのと、あとあ、一回海外赴任やっとくと、離陸書がそれなりに華やかになるので、要はその海外生活をしたことがある人っていうだけで、まあ、ある程度会社に信用されるし、その海外でもあの仕事もそれなりにできる人なんだなっていうふうに誤解されるんですよ。 ではそのベトナムでうまくいったからといって、じゃあイタリアに飛ばされたらうまくいくかっていうとそうでもなかったりするんですけど、でもまあ一応履歴書にそういうのがあると、あなんかちゃんとした人かなっていうのに誤解されたりするので、どんどんあの履歴書を華やかにするためにも1年ぐらい行ってみたらいいんじゃないかなと思います。まあ嫌だったらやめればいいしね。